はい、皆さんこんにちは、牛です。いつもご視聴ありがとうございます。下かんだな、かけ髪だ。あ、誰今走ってるところ、あの北上川のね、河口道ですね。もう真正面は太平洋です。国道398号線また走ってます。前回はね、タイヤ鳴らしでね、山の方を走ってましたけど、この道路結構長いんでね、沿岸から宮城県を縦断して秋田の由利本荘まで抜ける国道ですからね。これね、結構長めの国道です。山、海、両方楽しめる道ですね、これはね。まあ、秋も深まってきます、来てね、もう寒くなってきましたね。今、平地でだいたい先週で19度、20度ぐらいあったんですけど、今日は出てくるとき、道路のとこね、いつも言ってますけど、15度になってました。俺、山行ったらね、9度とか8度とかっていう世界になるんでしょうね。もう冬ですよね。去年、忍者で、実は明日か忘れたけど、11月の頭でもう、蔵王エコラインが、冬季の封鎖になるわけで、まあ、その時行った時はもう雪ありましたからね、もう山にね。いや、降ってました、もう山。白くなってましたからね。まあ、そういう時期ですね、今ね。でも今日、天気良くてね、快晴で、これ海と川、もう真っ青ですよ。わあ、こういうとこ走ってるともう気持ちよくて。わあ、トンボがすごいいっぱい飛んでる。ねえ、綺麗でしょ。うわあ、トンボバッチバチだ。どうしたんだよ。本当に。うわあ、本当綺麗だわ。和みますわ、本当に。気持ちいい。うわ、綺麗だね。で、冬、そうか、冬だよね。うわぁ、キラキラしてるとこ、船が、漁船が、いい感じで。あれですよ、ジャケットか。ジャケットをね、注文してたんですよ、兵道のね。紺とオレンジ、今日はネイビーか、ネイビーとオレンジのね、頼んでたんですけど、10月中過ぎにね、もうないです、取れません、すいませんって、注文できませんでしたって連絡が来まして、あらららららと思って。まあ、お付き合いのあるとこだったんでね、別にどやどや言うことはなかったんですけど、まあ早く教えてくれたんで良かったんですけど、まあ、しょうがない、ほんじゃ他聞いてみますわっていうことでね、他ちょっと聞いてたんだ。あれだ、ナップスさんにね、ちょっとお願いして、まあ兵道を直接行っても良かったんですけど、まあ、ポイントとか値引きとかね考えたらナップスさんの方がいいんでね、別に保証はあるんだろうし、もうダメだったのかっていう、別にまた買えばいいだけの可能性ですからいいんですけど、まあ、ポイントとなんだ、休みの日に行くと
10% 割引になるって教えてくれたんで、ああと思ってちょっと会社抜けて日曜日で昼休み注文したみたいなことをしようかなと思ったんですけど、たまたま日曜日が休みあったんで日曜日に行ったんですが、まあそれもちょっと遅かったのかな。一応ネイビーとオレンジお願いしますって頼んだんですけど、まあ早いね、次の日にはもうありませんって書きまして、ああ注文できないんですよって言われたんですよね。おおおおおお、いいね海はやっぱり。で注文が、あもうオーダーかからないって言われたんで、残念だなと思ったんですけど、でも一つね、僕欲しいジャケットが昔あったんですよ。あのエルフのね、7年前だと思ったら出てたあの白いね PU 素材のエルフの冬用のジャケットがあったんですけど、唯一白があったなって思ったんでね、何言ってんだ、唯一白があったんだ、唯一白がエルフからしか出てなかったような、まあ、ウェブで検索かけたんですけど、まあ、ないんですよね白ってあんまり。あの高いやつはあるんです、あのゴールドウィンのなんかあのなんだろう、なんかブランドありますよね、忘れちゃった、あれね上だけで十何万っていうやつとか、まあオーダーすればね革の白とかもあるんでしょうけど、まあ、そこまでお金出すあれもないなと思ったんで、まあ既製品で探してたんですけど、そしたらやっぱりあのエルフしかなかったんですね、その当時はね。ね白ずっと着たいなと、夏はあるんですけど ね冬がないからやっぱりね寒いから太陽光でね暖かくするために黒くしてるんでしょうから、まあ違うかもしれませんけどね、まあそんな感じで白って言ってて、やっとまあネイビーがないっていうことでね、じゃあ白にしちゃえって思って、白とオレンジにしたんですよ。まあ全面がオレンジで、全面つうか全面3分の2ぐらいがオレンジで、下の方が白で、背中は半分白かな、斜めにカットされてデザインになってて、ね、で白いパンツもあるんでそれと合わせて履いてみたいななんて思ってるんで、どうなるかな今ね。これね下は兵庫の黒いやつね、これ冬用のカーゴパンツなんですけど、これも結構したんだよな、2万ぐらいしたんだよ、2万3000だったな、忘れちゃったけど、まあそんな感じで今年の冬はあの注文してたネイビーの色がなくて、白を基準になったやつか、オレンジ、それを注文してみました。で入荷予定がねもうそろそろだと思うんですけど、まあ来たらねすぐ取りに行って、で来てみてまたバイクに乗ってねお話ししたいなと思います。まあそんな感じで今楽しみに待ってるんですけど、まあそういうことで、今日はね、京都のジャケットのことをちょっとお話ししてみました。まだ来てないから何とも言えませんけど、まあ、読む分にはね結構いい感じかなと思ってますんで、また入荷し、取りに行ったら話してみたいと思います。